はい、皆さんこんにちは。エクストルーパーズのプロデューサーの小島でございます。今回もですね、マガチック爽快アクションを皆さんいろんな方々にまあプレイしていってもらってるんですけども、今回はタレントの宮内可憐さんに来てもらってプレイしていただきます。それでは紹介しましょう、どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いろいろなんか過去のゲームお好きということで、はい、どんなゲームが好きなんですか？デビルメイクライが好きなんですけど、ダンテがちょっとこう悪い、ちょい悪な感じが。他にもバイオハザードのジェイクとか。ジェイクね、ちょい悪系の。お父さんのウィスカーも好きです。あ、全部ちょい悪系ですね。ちょい悪系です。エクストルーパーズ、はい、ちょい悪系いますんで。あ、本当ですか？はい、それもねちょっとね見ていただけたらと思いますけどね。はい、楽しみです。はい、今回の協力プレイということで、はいはい、もう一人協力者を呼んでおりますんで、じゃあ来てください。はい、どうも。はい、どうも。ちょい悪ディレクターのアンポです。あー、そっちのパスタ。あ、はい、そうきました。あ、ちょい悪です。このゲーム属性っていうのがあるので、その属性をちょっと紹介しながら、はい、もう一歩こう踏み込んだ、そうです、ちょっとね、はい、UMS 紹介ができたらと思いますんで、じゃあ今日もやっていきましょう。行きましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。閉まらん感じ。はい、ということで、はい、エクストルーパーズちょっと今からプレイするんですけれども、はい、まあ、サブウェポンの方でそれぞれの属性というものが今回あるので、それをそれぞれ今回振り分けてやってみたいと思います。はい、そうですね。はい、アンポさん、はい、紹介しましょうか。はい、はい、僕はまずこのオルタというキャラクター、共感のキャラクターなんですけども、はい、まあ、武器がフリーズガンという、まあ、武器の横にこの氷のアイコンがついてるんですけども、はい、まあ、これが氷の属性という、攻撃を当てると敵が雪だるまになるっていう、攻撃の氷の属性ならではの、うん、はい、いいですね。なんか悪い感じ。はい、宮内さんは、はい、私はクーリス、はい。この武器が、ホライゾンミサイルといって、まあ、ミサイルを横に水平にドーンと打つ武器で、そうですね、このミサイル系は炎属性なんで、はい、何発か当てると敵が燃えるっていう。お、燃えたらどうなんですか？と一定時間ダメージを与え続ける。この中の強力な武器ですよ。プラズママグナムですね。はい、はい、これ横にね、あの稲妻マークある通り雷属性。あ、そうですね。はい、敵をしびれさせることができる、はい、当てると、その間にできるんで、はい、燃やせばいいですね。そうですね。今回この武器でやっていきたいと思います。はい、あ、来ました。おクーリスさん、裸で何をしてるんですか？ね、タイパンですね。極寒の地でタイパン姿。スカスマガン、そしてレーザーなんでね、レーザーだからエイクリットの有効ですよね。マシンガンは人型に有効です。はい、雪族とかに有効なわけですね。さあ、調子いいですね。まだまだ前座ですね。これを拾った方がいいんですね。どんどん攻撃してください。今のうちにエネルギーを貯めておくといいですよ。あ、疲れた。どんどんサーマルエナジー拾ってください。通常で、お、これは折りましたよ。これが僕の氷属性が今有効になりました。これは背中に大福を襲ったんですか？はい、凍りました。あ、氷ですね。雪だるまです、これ。雪だ、びっくりしました。はい、メテアオーブ。飛ばされた。お、ピリピリしてますよ。僕のこの攻撃によって。お、ビリビリきましたね。ピリピリしてるわけですね。こういう感じに属性が、はい、敵に行くわけですね。そしてアンタグラブ。来た。と、誠意追加攻撃。カレンさんが燃やせば三属性揃うんですけど、さあどうでしょう。さあ、Xボタンで追加攻撃を狙ってみてください。溜まったかも。来ます。あっ、何飛ばされてますよ。来ました。なんか必殺技出ちゃいました。お、両手破壊しました。 V 破壊ですね。これ V が破壊されるとなんかいいことってどういうことなんですか？あ、死んじゃいます。敵の攻撃が弱まりますね。手の攻撃が。とりあえずね、まあ軽くこんな感じで一戦クリアしましたね。属性うまく使いましたね。今回はあの無属性で、まあ、それぞれの、ね、効果が見れるっていう流れになったんで、一通り見れた感じですよね。はい、武器によって本当にあの特殊効果が発動するやつもあるんで、持っていく武器によって結構こう戦略が変わるという感じなんですね。そうですね。はい、本当。はいはい、ということで、はい、2回戦目行こうと思うんですけどもね、はい、皆さん準備の方はいいですか？はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますか。普通に、普通ですけど、あれ、飯田さん
あれやだ、なんか邪魔しちゃってる俺。手伝いに来いって占いに出たので占い本当に出てきたの今日そういう日。モンハンの頃からモンハン占いとかちょっとねしてもらったりとか仕事で組んでて、ゲームも大好きなんで今回もちょっとゲストで、はい、来てもらって。じゃあ占いします、ね、はい、じゃあすいません、はい。基本実行力と行動力パワーあるんですけども、根がおっちょこちょいなので人の話の前半しか聞かないところと、よく言えば非常に頭の回転が速いのと、新しいことが大好きなので常に前に前に進んだりとか、心が小5ぐらいから止まってるんです。だいぶ若いですね匂いフェチなのとね。匂いフェチです。ここの耳の裏の匂いとか大好き、おじさんの匂いみたいな。なんでそんな当たってるんですか今年めっちゃ運気です。2012年、13年、人生で頂点ぐらい見てて、運気のいい人が作ったゲームですから、これ買うと運気上がりますから、ぜひ買ってやってください。ありがとう、はい、角角に、家の隅に置いてる。そんなに今回の討伐するエイクリットですね、動画で見せるのはもうしっかり見せるの初めてじゃないかっていうやつなので、そこもちょっと皆さん動画楽しみにしていただければと思います。じゃあ行きますよ。はい、じゃあスタート、お願いします。このゲームじゃあ行きましょう。出ました。お、出ました。エイクリット X。 さあまず雑魚敵を解除しちゃいましょうか。そっちから。僕はなんと社内コラボのレウスソードが見たことないやつがいますね。さあで皆さん、あのゲージが溜まったりしたらバンバン使っちゃってください。はい、スイー、いいですね。来ましたよ。出ました。何ですか？エイクリッド X。かっこいい。すごい。なんか。こいつ、雷属性なんで、皆さん今回は、この属性の武器を持ってまいりました。お、すごい。避けて避けて。何これ？避けて避けて避けて。避けて避けて避けて。今、俺すごくいい感じ避けた。すごくいい感じ避けた。全然見てなかったです。お、いいね、炎属性来てるよ、来てる、いいね、いいね。そして私、あ、さあ、お、何ですか、ボールだ、ドーン。こいつ、瞬間移動するんですよ、消えた、属性の。わわわわ、忍者みたいなやつですよ、気つけてくださいね。ちょっと先になんて言わないんですか先に言うでしょ。僕、実はね、近接のサブウェポンを使ってるんですよ。へぇ、そんなのあるんですか。みんな武器今違うんですよ。お、消えた、おぉ、おぉ、ちょい、すごい、あ、やっぱり素早い。ただ僕のこの武器、近接の特殊な武器なんで見せたかったんですけど、雷属性なんでこいつらは効かないんですよ。ちょっとなんでその自慢したがりに子供見たことするんですかいいですね、みんなボコボコにやってますな、うん、さあ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 、そりゃお、V 破壊、あ、たまりそう、もうちょっとでアンカードライブ、ドスイー、決まったり。イエーイ、みんなやっぱ属性が効いてましたね。エクリック X 出ました。討伐、イエーイ。鼻打ちになっちゃった。今回まあ協力プレイでそれぞれ自分がまあ言ってるわけなんですけど、一人プレイの時は各キャラクターごとに仲間の持ってる武器が違うんで、それがあの属性ついてるんで、どの組み合わせで行くかっていうのも一人プレイの時の結構ポイントになってくるんですよ。雷属性の仲間を揃えていくとか、行くとこうなんか雷弱い敵には結構早めにクリアできたりとか感じですね。はい、深いですね。そうなんです。楽しみ方たくさんありますね。はい、ということでエクストルーパーズ体験していただきましたけれども、いかがでしたか。楽しかったです。でもすっごいなんかみんなで協力して、うん、ああやっての属性とか考えてやるとあんなにも爽快感がするんだなって思いました。あのすごい方向音痴なんですけど、皆さんの場所を把握して、あ、敵ががっつり攻撃しちゃいました、はい、だいぶ上手くなってましたね、はい、もっともっと多分あのステップとかを組み合わせてできるようになるともっと面白くなってくる。そうですね、ツイストリーもね、そして急な呼び出しにもかかわらず突然来ていただき、本当に急に呼ばれたので普通の服のまま出てますけどもいやー面白いですね。想像の何十倍も面白いので、うん、あとまた武器がたくさんあるし、しかもあんな属性あると知らなかったので、ああ、うん、そうですね、まずはそこら辺気にせず遊べるようにはしてるんで、うん、でその次の踏み込みでこうそういうことを知ってるとよりこう攻略が
楽しくなる、しやすくなる、あるわけですよ。いや、なんかもじもじしてる人がいるんで、そうですよね、はい、最後もいろいろ活躍していただいたので、そう、はい、ね、いつもの恒例のものをお持ちしましたので、エクストルーパーズ詰め合わせセット詰め合わせ、はい、ですか、ぜひ、はい、お持ち帰りください。いいんですか。そうです、非売品のアイテムとかあります。ありがとうございます。ちょいわる、ちょいわるではないです。エクストリーパーズも TJ スリー配ったやつなんですけど、はい、まあ、これを持ってメイちゃんの、ね、コンサートとか行くとね、行きます行きます、じゃあ最後にいつもの決めポーズで締めますか。やっちゃいましょうか、これを。じゃあ行きますよ、はい、せーの、ギンギラ一番星、遊んでねー。